アライアスと私で年取ったクマが住む遠くの丘まで行く。トリニティはまだ旧ソ連軍基地に群がってるから、出発するのは真夜中まで待つつもり。溝の入った薄い矢尻ね、二つに割れている。見覚えがあるわ。アメリカで発見された矢尻に似てるわ。この技術は世界の反対側まで伝わって残っていたのね。島を調べてるチームとの連絡が途絶えたようだ。そっちで何か分かるか。いや、敵襲か。無線障害かもしれないが、コンスタンティンは慎重にやりたがってる。
コンスタンティノープルに預言者が来たと聞いたが、我々は全く注意を払わなかった。この偉大な都市には常に神を語る狂人や大事なのは結果なの。あまりに大きな賭けなの。
無線がつながらず侵入もできません。では彼らなしで続けて作戦手順を逸脱すれば不要なリスクを負うことになります。彼らなしで目標は達成できない。ここには何者かがいます。戦術支援が必要です。無理に、この谷全体に兵を出してしまう。追われているのか、もっと早く動いたらどうか。私は無防備、随分冷酷なのね。ならとはいえ引き金は引けないでしょうね。撃ってごらんなさい、八つ咲きにされるわよ。それしか脳のない連中だから。アナ、黙って。動くな、逃げ場はないぞ。殺して、早く。考え直しなさい、ララ。手遅れになるわよ。ねえ、あなたが父を裏切った時から手遅れだったのよ。アトラスはいただくわ、アナ。下で部下が何者かに殺されてるの、ララ。彼らに探せないならあなたには無理よ。うるさい。クロフトが向かってるわ。殺してさっさとアトラスを持ってきなさい。再三にわたりクロフトは私たちの邪魔をする。荒れた山小屋から。